メリークリスマス。はい、メリークリスマスということでね、皆さんケーキ、食べたでしょうか。我が家はね、男の子がいるんで、仮面ライダーガイルのね、キャラデコの、クリスマスケーキを、今年はね、いただきました。それにね、ついてたちょっとね、おもちゃの方を紹介したいと思います。これはね、去年の、仮面ライダーウィザードの、クリスマスケーキについてたおもちゃになります。そして、こちらですね、こちらがケーキの真ん中に、乗っかっていた、ガイムの形のね、人形のおもちゃです。そして、オレンジロックシードのクリスマスバージョンのおもちゃが、ついておりました。はい、ではね、せっかくウィザードあるんでね、去年のね、クリスマスの、クリスマスリングの方ね、ちょっともう一度、確認ね、しておきたいと思います。ちょうどね、ベルトもあるんで、じゃあね、早速やってみたいと思います。こんな感じでね、リングのね、こちらも、ダイオードの光って、今のサウンドが流れるっていう仕様でしたね。はい、ではね、今年のやつはね、オレンジロックシードのクリスマスバージョンということでね、ガイムのね、このロックシードはこの単体でね、サウンドがね、楽しむことができるんで、うちにはね、ちょっとね、変身、ベルトとか、ないので、これだけでね、ちょっと見てみたいと思います。開いた感じはね、こうなってますね。はい、ロック解除できます。まるっきりね、普通の、売ってるロックシードの大きさとね、同じでね、これも、ベルトにね、装着できるみたいです。ではね、サウンドの方をちょっと確認してみたいと思います。メリークリスマス、ハッピータイム。ちょっと和風な感じのジングルベースですね。最初にね、戻りましたね。説明書ね、見てみると、4番目の方がね、オレンジスカーシュ、オレンジオーレ、オレンジスパーキングとね、4回目のやつが、変わるようですね。そしてね、家にね、オレンジアームの500円ガチャのやつがね、あるんで、ちょっとね、比べてみたいと思うんですけども、このね、開いたこの感触というかね、メリークリスマス、こっちの方がね、結構柔らかいんですけど、こっちね、結構硬い感じがしますね。開いた感じの、作りは同じなのかな。ちょっとね、裏のデザインが、ちょっと多少ね、違う感じですね。これ、それね、こいつの場合ね、最初に電池が入ってないので、電池をね、LR44 ってやつなんですけどね、2個、入れないと、ダメなんでね、ちょっとその辺がね、なかなかね、予備で持ってる電池じゃないんでね、あらかじめうちはちょっとね、予備があったんで、こうやってね、鳴らすことができたんですけどもね、それがちょっと注意が必要でしたね。ではね、キャラデコクリスマスケーキのね、ついてた、オレンジロックシードのね、あとガイムのね、ちょっとおもちゃの紹介でした。以上になります。